2005年、アメリカ国民芸術勲章を受賞した直後に、ジョージ・ W ・ブッシュから祝福されるデプリースト。デプリーストの死去を受け、彼のプレートに手向けられた花。ジェームズ・デプリーストは、アメリカ合衆国の指揮者。1936年、フィラデルフィア生まれ、コントラルトのマリアン・アンダーソンの老い、フィラデルフィア音楽院で、ヴィンセント・パーシュケッティに作曲を学び、 ペンシルベニア大学で学士号と修士号を取得。1962年の国務省主催のバンコクツアーで急性会白随炎に倒れたが十分に回復し、1964年にはディミトリ・ミトロプーロス国際式コンクールで優勝した。その後、レナード・バーンスタインに抜擢され、ニューヨーク・フィルハーモニックの1965から1966。 シーズンの準指揮者に就任した。1969年、ロッテルダムフィルハーモニー還元楽団を指揮し、ヨーロッパデビューを果たした。1971年には、アンタルドラティにより、ワシントンナショナル公共楽団の準指揮者に任命された。ボリオの後遺症で歩行が困難なため、電動車椅子で舞台に登場し、そのまま指揮をする。 デプリーストは現在までに13の名誉博士号を授与されたほか、2冊の詩集を執筆した。アメリカ芸術科学アカデミー、スウェーデン王立音楽アカデミーのフェローにも選出された。フィンランド自主勲章コマンダー、ケベック氏名誉メダル、モナコ文化賞を授与されている。2005年、当時のアメリカ合衆国大統領ジョージ・ W ブッシュから芸術家にとって、 最高の栄誉であるアメリカ国民芸術勲章を授与された。北、アメリカで多くの著名オーケストラに客演歴を持つほか、アムステルダム、ベルリン、ブタペシュトコペンハーゲン、ヘルシンキ、マンチェスター、ミュンヘン、プラハ、ローマ、ロッテルダム、ソウル、ストックホルム、シュトットガルト、シドニー、テルアビブ、東京、ウィーンで指揮をした。2005年4月、 バービカンでロンドン交響楽団を振り、ロンドンデビューを果たした。アスペン音楽祭、ボストン交響楽団、フィラデルフィア還元楽団、ジュリアード還元楽団には定期的に客演式を続けた。彼の名義による録音数は50を超える。中でも有名なものにヘルシンキフィルハーモニー還元楽団とのショスタコービチ公共曲集がある。 オレゴン交響楽団と15の録音を残した。日本においては札幌交響楽団への客演、2005年から2008年のシーズンにおいて東京都交響楽団の常任指揮者を務めたことで知られる。ジュリアード音楽院の指揮学科及びオーケストラ学科監督、オレゴン交響楽団の警官指揮者を兼任している。 アメリカの一流指揮者として広く評価され、ケベック公共楽団、マルメ公共楽団、モンテカルロフィルハーモニー管弦楽団、オレゴン公共楽団で音楽監督を務めた。2013年2月8日、心臓発作の合併症のためにアリゾナ州スコッツデールの自宅で死去した。76歳を打つ。二宮智子作の漫画作品のダメカンタービレにおいてパリの ルーマルレオーケストラ音楽監督の役で実名で登場した。実写版では本人が出演している。ありがとうございます。